日本沖縄県富ぐすく市、瀬永瀬永は沖縄県富ぐすく市の地名。郵便番号は9010233。那覇市のベッドタウンとして発展している、富ぐすく市の中でも観光地として開発が進む瀬永島を中心とした地域。富ぐすく市西部に位置する。北側に、那覇市口、市、東側に田頭、南側に横ん、豊崎日潟を挟んで豊崎と接し、 西は東、シナ海に面している。富グスク警察署太古の時代、琉球の国を作った天見清の子、南海、大神金氏が最初にこの島に住み、そこから富グスクの世立てが始まったという富グスク、発祥伝説が残る。島内にはかつて、瀬長グスクがあった。これまでに、中国製成寺や陶器、グスク系土器などが出土している。1719年に来流した。 中国の作法福祉、女歩校は、瀬長島を訪れた際の様子について、湯山南紀の中で、美しい砂浜の静けさと大勢の人が雨宿り、できるほどの巨石祈願の様子など、その変化に富んだ景観を称えている。また、昭和11年には、沖縄八景の一つに数えられるなど、富城区を代表する、風光明媚な景勝地であった。1944年、 沖縄戦に伴い住民らに当該退去が命ぜられ、引き続き戦後も島全体が米軍基地として接収されることとなったため、やむなく島民は対岸で集落を構えざるを得なかった。この時の基地建設工事で島は大きく削り取られ、また島と本島及び空港とをつなぐ日本の海中道路が取り付けられるなど景観は激しく変貌した。島は 長らく米海軍弾薬貯蔵基地として使用され、1977年には返還された。戦前まで島内には、セナガグスクの遺構をはじめ、小宝祈願と共に誕生する、新生児の性別を占った小宝岩。さらに、琉球国由来期にも、記述のあるセナガの学など多くの遺跡や廃所、聖戦等が残り、信仰の対象として各地から参拝者が訪れていたが、 戦後は立ち入り禁止となり、移行の多くが基地建設と同時に破壊され王子の面影はほとんど残されてない。対岸の赤さち森に要廃所が建てられ、島内にあった廃所、聖戦等が集合移設されている。アンジナムヌえや浜下りは、瀬長島とゆかりのある行事であり、また、男女の恋愛を題材とした組踊り、長寿の縁の一幕も、瀬長島が、 舞台設定であると言われている。近年は、那覇空港からのアクセスが良く、飛行機や夕日を眺めることができる島のため、観光客に人気が出ており、ホテルや商業施設、レジャー施設、公園などの整備が進められ、リゾートアイランドとも呼ばれるようになった。瀬長島海火テラス琉球温泉瀬長島、ホテル以下のバス停留所が存在する。 上機バス停に停車するすべての路線を掲載する。路線詳細については、沖縄本島のバス路線を参照のこと。参考、バスマップ沖縄、チュラバスのび国道331号線2016年に、4車線化全面開通した。ありがとうございます。